はい。今日はですね、実際に臨床で超過指則を作った話をしていきたいと思います。 実は今度ですね、超過手装具を作ります。で、よくまあ、超過手装具は作っているんですが、今回はその内容を動画にまとめようと思います。もちろん、守秘義務があるので、患者さんについての情報はね、一切出しませんが、まあ、ご了承いただければと思います。で、今回作る超過手装具について、まず作戦の流れから説明させていただいて、どんなものを作るのか、どんな種類のものを作るのか、それはなんでその種類を選択したのかっていうところまでやっていきたいと思います。で、まずは、装具の必要性を、 検討しますよね一番最初ですね。まあ、その患者さんにとって、装具の必要かどうかっていうのを、セラピストが検討して、ドクターと相談しますよね。で、ドクターとも話して、ドクターの許可が得られれば、今度はまあ本人、家族の了承を得て、作成を進めていくっていう流れになりますね。で、やはりここでは、ドクターからの装具の証明書が必要になってきますよね。また、やっぱり、 家族に伝えるときですよね、やっぱり重要なのはね。まあ本人の了承を得て、さらに家族に伝えるときは、まあどういった目的で、どのぐらいの値段で、いつまで使えるのか。まあこの3点について丁寧に僕は話しています。で、やっぱりこれまで僕が装具を作ってきた、まあ結構作ってきたんですよ。30本以上は作ってきたと思うんですけど、まあその中の経験として、まあ家族様はですね、やっぱり値段、 気になりますよね、まあ、僕が家族だったらどのぐらいの値段の,値段のものを作るのかとか、まあ、どういうものなのかって気になりますよねとさらにここで作った装具っていうのはここで作ったらずっと使えるのかいつまで使えるのかっていうのが結構気になる方結構多いですねまあ装具で言えば種類によっていつまで使えるのかとか病院の中でしか使わないのか退院後も使うことを想定して作るのかでよってもちょっと違ったりとかあと耐用年数ですよね あのプラスチック型の炭化しそうぐらだと3年から5年とかって言われてますよね。はいまあ、実際は臨床では、まあ、ずっと使ってる人多いですけどねあのベルトベルクロをねあの変えながらあのベリベリをね定期的に新しくしながら、まあ、ずっと使ってる人が一、まあ、多いですけど大体耐用年数って3から5年とかって言われてますよね。あとは ここののを作っっっったたとででで歩けるるるよううににななんすすかかてていうのが気になっている方結構多かったですね、うん、あのやっぱりここはしっかりとドクターが話さなきゃいけないところですね。僕らセラピストが勝手にあこれ作れば歩けるようになりますよっていうのはちょっとそこは責任を負いきれないのでそこはドクターからあの説明してもらう必要がありますよね。多分リハとしては何ともそこは触れてはいけない部分というかまあね、予後は分からない。 しか言いいよようがないですよね、はい、で値段はやっぱり目安をしっかりと伝えた方がいいと思います。でこれは装備具さんによると思うんですけれども、総具資産とか、まあ、提携している装具の業者によって変わると思うんですが、まあ、超過装具だと大体15万から20万前後ですよね。でもちろん、あの継手とか装備品によってだいぶ値段は変わってきますよね。で今回僕が作成する装具は、まあ、超過装具でリングロック。 GS とダブルクルンズアックが付いたシューインサートのものを、まあ、今度は作成します。でこれはですね、あのー、作る過程で身体機能の評価をまずすると。でそれに加えて予後予測をしてで、家族さんがどのぐらいのお金を払えるのか予算を加味して決めた内容になっています。でこの超過、えー、し装具、リングロック、GS、ダブルクルンズアック、シューインサート。 なんでこの設定にしたのかっていうのを今から話していきます。で、まずですね、まあ、特に膝の制限はないんですよ。あの、可動域制限はね。で、なんですが、膝周囲の出力はほとんどないので、リングロックにしました。あのー、スペックスとかもね、ちょっと検討したんですけど、やっぱりちょっと、あのー、随性が乏しく、随の出力が乏しいので、あちょっとそれは厳しいかなっていうところで、まあ、リングロックにしました。で、 えー、足の次手はダブルクレンザークと GS ですね。でこれについては、まあ、今現状では背屈がちょっと出てるぐらいの随性があって、まあ、可動域性が特にないので、まあ、さらに脳画像的にもですね、うんまあ、ちょっとうちは CT しかないのでそこまで精密な予防予測っていうのは難しいんですがでもまあ現時点で。 ちょっと拝屈が少しですけど出てきているっていうところを考え脳、まあ、画像的なところも見て考えるとちょっと伸びてくるかなという予測をしてで予算内で収まる継手で,で、まあ、いろんなダブルグレーンザックと GS があれば全ての、あのー、こ,ことができるじゃないですかでさらに超過失具でどんどん練習をしていく量を増やしていくっていう意味では この二つの継ぎ手がついていることで、速関節と股関節の学習がよりあの実践的な歩行に近い状態でできるわけですよね。なので、これをあの選定しました。で、用語的に歩行レベルまで持っていけるかっていうのは、ちょっと正直わからないところではあるんですが、ただ、やっぱりここは、あの、周インサートに、えー、しました。周インサートっていうのは、あの、あれですね、側部がプラスチックになってるやつで、この上から靴を履けるってやつですね。 で、なので屋内外、併用の装具として使用することができるので、まあ、こちらを選択しましたということになっておりますこんな感じでですね、今回はまあ実際に僕が臨床で作る装具をあのそう紹介しました、まあ、やっぱり装具はこう、まあ、値段って結構やっぱ家族的にはでかいですよねいくら3割負担とか言う とはいえ、20万の3割って 6, 6万ですからね、まあ、でかい買い物ですからね、ここはやっぱりしっかりと予算に見合った効果をやっぱり出さなきゃいけないなっていうところもありますし、うん、やっぱりあとは患者さんの予後をどこまで予測できるか、現状の能力と脳画像と、ここはやっぱりしっかり評価して、あと経過ですよね、急隻でどういう経過を追ってきたのかっていうところも加味して、 あとは年齢とかももちろんね関わってくるかなと思うんですけどうん病前の生活とかもね結構関わってきますよねまああ,のあげればきりがないほどやっぱり情報をたくさん集めてそこから取捨選択して、まあ、どういった相互がいいのかっていうのをまあ決定していくのが一番いいかなというふうに思いますというわけで 今日ですね、あのー、実際に僕が臨床で作る装具について紹介させていただきました。こんな感じでですね、僕の動画では、文献、教科書の内容を臨床で使えるようにとか、まあ、臨床で実際僕が経験したことを、まあ、こうまとめて、あのー、皆さんの臨床に生かせるように話していますので、よろしければチャンネル登録お願いします。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。